分世の中のママさんを見かけるたびにもう母乳で育ててるっていうもうイメージしかなかった。辛かったのはやっぱ痛みがあったことですね。切れたりもしたので座れるのがとにかく苦痛だったっていうのがあって、結構夜中にまだ起きてしまうので、うん、やっぱり寝れない、あとあんまり出かけられない。そうですね、やっぱり最初はあんまりうまくこう食いついてくれないというか、ちゃんと飲めてるのかなっていう不安はすごくあって、で搾乳して何グラムこうちゃんと飲めてるとかそういうのを確認しながらこうやってきたっていう感じですね。もう泣いてる子供にこう何とかこう与えようとやってたので、それが一番こうきつかったですね。できるだけ自分の母乳をあげたいっていう気持ちはあったので、体質もあったりとか、そういう仕事復帰が早かったりとかっていろいろな理由があって、やっぱり自分はそんなにあげれなかったので、そこはすごく葛藤はありました。今回その、まあ、長年かけてこう新商品新母乳実感の方を作り上げていく中で、1000人以上のお母さん赤ちゃんの声を聞いて作り上げてきてますので、今できる中では一番最高のものができていると思ってます。特にこだわっている部分なんですけども、2つあります。1つ目がこのラッチオンラインになるんですけども、目安をつけることでここまで加えるっていうことが分かると安心して授乳ができるようになるかなと思っています。もう1点の方が、柔らかさになります。乳首の柔らかさを極力、お母さんのおっぱいに近い、柔らかさに持っていって、そうすることで赤ちゃんが滑らかな舌の動きで、哺乳できるということを、目指してものを作ってきています。で、まあ、哺乳器を使う時に大事にしてほしいことがあって、おっぱいにも戻れるような状況を作ってあげたいなと思っていて、必要な時だけ哺乳器を使う、で哺乳器とおっぱいを行き来できるような状況を作るということが大事だと思ってます。まあ最終的にはこう家族がみんながこう笑顔になれるような形になるといいかなと思ってます。どれぐらいこう押し込んでいいのかっていうのもすごくこう恐る恐るやっていたところがあったんですけど、これがその時やったらすごく助かったなというふうには思います。2人目の時はすごく参考になって、よく加えてるなっていうのを、はい、見て分かりました。そうですね、洗っている時にすごくこう肌触りが実際の乳首というかおっぱいのような感触で、すごくこうグビグビ勢いよく飲んでくれるようになったので、やっぱりこう飲み心地が違うのかなっていうのはすごく見ていて感じました。産院でもちゃんとこう深く加えさせるんだよっていうのを何度も教わったので、それをこの哺乳瓶でもこう分かりやすくその場所が分かるっていうのは、あなるほどなっていう感じで、すごくやりやすかったなと思いますね。みんなでこう一緒になって楽しんでこう育児をしてくれる、その立役者になってもらえてるなっていうのはすごく感じます。